今回購入紹介するのはあのタイガーの、うん、有名な漫画だな、うん、タイガーのこちらマイコンジャー炊飯器、うん、炊きってやつになります。でね、なんまあ普通のうち壊れたわけじゃないから炊飯器が、うん、あるんだけど、あのこいつはあのなんだ、要するにまあちょっとね、後からちょっと一つだけ失敗したなと思うんだけど、あの災害時に使おうと思って、あのなんだっけ、ポータブル電源で使えるタイプを購入したんだけど、ちょっとオランにその直後に言われて、水がないと炊けないじゃん。災害起こると確かに水ないよね。だから一応今ね調べてなんだっけ、災害用になんだっけ、その保存水みたいなの買っとこうとは思うんだけど、まあよほどの贅沢じゃない限り米炊くみたいな、そうそう、なんていろんなものを消費するからね。そう、ただもしかしたら、もしかしたら水が来ても電気が来ないとかっていう、どっちが先か分かんない、電気が先かね、水が先かとか分かんないから、もしかしたらガスとかは出ない、ガス電気はダメだけど水なら出るよってパターンもあるかもしれないね。そうそう、でほらあれ、よく災害っていうのはさ、ほらなんていうの、その被害だけじゃなくて、うん、その後ほらストレスが溜まって、うん、あのどうにかなっちゃうって場合もあるよね、あると思うんだよね。だからね、でもそういう時もね、食べるっていうことはやっぱり寝るとかと一緒に重要だよね、やっぱりストレス減らすのにね。だから美味しいものを食べたいってさ、うん、その時に例えば洗い物とかね、そういうのをさておいてもやっぱりここで米食べたいって時あるかもしれないし、ね、うん、うん、だからその時のために購入したやつだからね、確かね、ワット数が350ぐらいでやれるやつなのね。で、なんか、この3号以上になると、あの、IH になるんだよね。うん、マイコンじゃなくてさ、うん。そうすると上がるんだよね、一気に。あの、ワットっていう、なんだよ、なんていうの、通常っていうか、なんていうの、ずっと使うような電気のあれがさ、うん。で、それを低いやつを買ったじゃん。で、このなんで説明書結構分厚いね、この分厚いけど、いろんなのが一応できるようになってるね。あ、なんか書いてあるね、うん、あのパンとかさ、ここにね、ちょっと見えないかもしれない、パンとか冷凍ルト食品の温めと、そうそう、最近できるよね、最近のっていうかね、うん、意外に結構使えるんだね、炊飯器って。そうそう、だからね、他のも買おうかと思ったんだよ、ほらあるじゃん、よくラーメン作れるとかバスタ作れるみたいなやつもさ、うん、だからそれも買おうと思ったんだよ、まあレトルトとかできるならいいかな。これね。交換した。交換した。それじゃないの？これは電源。あ、電源ね。そうそう。で、なんか、シャムについてない？シャムで、立つやつ。うん。あ、ここそう、ここがね、こんな風になってて。立つやつ。あと立たしてみるけど。立つやつ。それで、じゃあ一回。でね、出した感じでこんな色はブラックをちょっと購入してね。で、ここにちゃんとあるよね。だからなんで、これ液晶画面で、一応エコ炊き、白米、極うま。あ、そう、これやるわ。これ、エコ炊き、白米、極うま、早炊き、無洗米、うん。で、ちょっとこっちが見にくいんだよ。こっち来んだよな。炊き込み、冷凍ご飯。あ、冷凍ご飯でもできるの？玄米、クッキング、パン。なんか冷凍ご飯用にちょっとこうベチャベチャしないみたいなモードがあるとか言って、うん、でさらに液晶のところに高温低温発酵、発酵なんだ、そうです、焼きだ、ちょっと見にくくてもパンが多分そのできるとか、ね、あ、そうだね。でここでなんかタイマーみたいなのってるの、時風、あ、時間合わせるのか、うん、で保温取り消しと炊飯、うん、スタートのボタンね、メニュー予約っていう、いや、これがあれかな、タイマーみたいな予約ってこと、うん、うん、って感じで、これがなんだっけ、あの変な炊き出し穴っていうのあるかな、プシュなんか変な水蒸気が出るとこな。でこの前面のところにこういうふうに、うん、このふっくら美味しいね、遠赤黒徳厚さっていうのかな、でなんだ、3ミリ3ミリ厚さ、厚さ1、うん、厚さ3、うん、でここを多分押すとまた開いてこんな感じで、その中に計量カップもついてる、うん、お米ね。で、中はこんな感じ。で、こう開けると、さらにこれが、まあ、この方がこんな感じが。で、こうやってやるとね。炊くときはね。うん。で、こんな感じ。で、とってもついてるじゃん。って感じ。のセットかな。で、これが確かね、
350ぐらいだったと思う。その定額ワットだっけな、なんかそんなの。多分ね。あとで調べて、そこだけ書くわ。最後の方に書いてある。これかな？ここら辺のとこ書いてあるの？あ、これかな？この定格電力っていうのが、この350って。こう？見えてる。この350ってね。やつ。で、なんで350を買ったのっていうと、一つはね、電力、普通の電力のやつ買ったんだよね。ポータブル電力。でかいの。だから1500ワットかな。普通の、なんだ、家のコンセントと同じ力だけ出るやつを買ったんだけど、やっぱね、それぐらいになると高いんだよね。本来なら、15万超えちゃうわけです。うん。それを半額で買ったんだけど、セールの時にね。でも、それぐらいしちゃうわけで、それを何台もやっぱ買えないわけよ。だから、最初にね、スマートタップさんっていうところの、スマートタップさん好きなんだけど、自分ね。のやつを買って、でも、それはね、確か、定額だっけ定額だっけなんかその電力が500なんだね。で、そうすると家にある炊飯器が多分動かないんだよね。うん。そのでっかい方しか。で、でっかい方、要するに、ね、ポータブル電源って要するにさ、充電しなきゃいけないわけよ。うん。で、充電が切れると当然できないわけよ。うん、で、そうするとその1台で全部賄ってると、そっちすぐ切れるわけよ。うん。だから本来は複数台持ってた方がいいかもしれないよね。うん、で、だから両方で使えるちょっと電力のやつが欲しかったわけよ。このカバンがね。うん。で、だから500で350台が使えるわけよ。うん。だからそれで購入したってこと。だからそのもしも、で、どっちかを充電するの、そのポータブル電源充電するには、電気がないときじゃあどうやって充電するの、ソーラーなわけよね。ソーラー電源、ソーラー電池っていうのがあるわけ。ソーラー電池とソーラーパネルみたいなね。うん、で、だから使えない方を充電しといて、使う方で使っといて、今度こっちが切れたら次のやつ、その違う方をソーラーで充電するっていうね。風にするときに、どっちでもやっぱ使えた方が便利でしょ、うん、電力がね。で、大きいやつしか買ってないで家にあるものはあるんだけど、そうすると、いざって時にそのでっかい方でしか使えないと。ほぼ、いや、一般家庭用ってほら3号とかじゃないじゃん、ほぼ。うん、もう今ね。うん、5.5 号とかさ。うん、そうなるとちょっと上がるんだよね。定格だっけ電力ってやつがさ。うん、そうすると多分500を超える可能性があるんじゃない、超えちゃうんじゃないかな。650とか最悪でも、あ、最低でも。うん、なんか超えるんだよね。だから超えると使えないから、一応使えるやつね。一応ね、かまと関係ないと、そのポータブル電源の話する自分的には、やっぱ、電力が少ない方は、ちょっとほら、なんだっけ、扇風機とかもあるから、うん。そういう風に、扇風機とか、なんだっけ、電気毛布、冬な。そっちで使おうと思ってんだけど、もしも何かで食事が食えるよってなった時に、その大きい電力の方が切れてると困るから、ちっちゃい電力では何もできないようではさ、うん。ちょっと困るから、そのちっちゃい方でも動くやつをね、ちょっとしたほら、ストレス減らすときさっきも言ったように、ちょっとした贅沢かな？米を食べるってことはさ、そういう災害時にはもしかしたらね。うん。うん。それができれば、やっぱ自分たちの、なんていうんだろうな、精神を保つことができると。いうために、ちょっとね、この350ってやつのタイプね。あ、もっと下でもいいじゃないかっていう話もあるんだけど、たまたま見つけて、なんだか、ちょっと安めだったから、購入したって感じになります。で、タイガーってやっぱ有名だからね。っていう感じの、ちょっと、マイコン式の炊飯器を購入したって感じです。うん、じゃあ、以上です。